すする TV。 ゼレゼレザオー、すするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで相変わらずやってるんですけれども、今日もちょっとコラボシリーズなんですけど、珍しい方とちょっとコラボさせていただきます。この方たちです。それかしカプキンでござる。カプキンです、よろしくお願いします。あの皆さんこんにちは。数字が欲しければラーメン取っとけ、ラファエルです。ということでこのお二人と行く素敵なラーメン屋こちらです。ドン。 JR 秋葉原駅昭和通り口から徒歩2分ぐらいのところにありますカラオケパセラ秋葉原昭和通り口店さんにお邪魔しても、カラオケパセラは昭和通り口店さん限定で二郎風のねハローというラーメンを出しているということで、歌い疲れたね合間の時間で二郎インスパイア系ラーメンするなんてなんて素晴らしい。それでは早速行ってみましょうか。レッツゴー。さあカラオケパセラ秋葉原昭和通り換算便利なタブレット製です。すするはパローのニンニクマシに豚ダブル生卵トッピングをタップさせていただきました。カブキンさんはパローニンニクマシ生卵トッピングを、ラファエルさんは汁なしパローをタップ。他店に比べてハンガー多めの個室で待っていると。来ました、こちらがカラオケパセラ秋葉原昭和通り館さんのパローニンニクもし豚ダブル生卵トッピングです。この野菜の量二郎系ならここまで驚きませんが、カラオケ店でこの盛りは驚きを隠せません。厚みのある豚もラーメン屋と遜色ないんじゃないでしょうか。それでは3人揃っていただきます。ではニンニクもしがマシマシになってて慌ててるカブキンさんを横目に生卵を溶いて、ラファエルさんは早速汁なしパローをガンガンすすってるのを確認したら、すすれもキャベツからいただいちゃいましょう。おお、味付き油が少しかかっていて野菜だけで食らえちゃうやつじゃん。カラオケ店でここまで野菜のボリュームがあるところってないんじゃないかな。続いて豚もいただいてみると、店長さんが二郎好きなだけあって普通に美味しく、これがカラオケを楽しみながらいただけるのは嬉しいですね。さあ山盛りの野菜を次々食らって2枚目3枚目の豚もいただいたら、いよいよ麺をすすっちゃいましょう。府中などの二郎が好きという店長さんこだわりの関の製麺さんの極太麺を1,2,3です。するうひょー、小麦が広がりまくりで弾力もあってカラオケ店だからといって侮れませんね。そして極太麺に絡んだスープはかなりライトで女性や小さい子でもすすりやすそうです。ここでカブキンさんが投入してくれたチューブニンニクを絡めてすすってみると、うん、ニンニクがブーストされなかなかナイスっす。そしてカブキンさんとコラボ豚チャーシュータイムってことで食らったら、今度は極太麺を生卵にくぐらせていただいちゃいましょう。うえい、卵の甘みと麺の小麦の風味ってなんでこんなに合うんですかね。それにしてもカラオケ店としてはかなりのクオリティで全然すすれちゃいますよ。お、皆さん気になってますよね。そうです、量もしっかりあるので十分にお腹も満たしてくれます。でもそろそろ魂のルフランを熱唱するのでここら辺で完食。本日も大変すすれました。カラオケ店ながらしっかりこだわりが感じられる一杯でした。それではガスレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、カラオケパセラ秋葉原昭和通り館さんに行ってきたんですけれども、カラオケ屋なのにしっかりラーメンの野菜ももらえてるし、カラオケの個室でこれだけのものがすすれるっていうのはもう嬉しいことですよね。個人的には麺が結構記憶に残りました。いや、お二人も一緒にすすってきたんですけども、ハローどうでしたか。めちゃめちゃ美味しかったですよ。最高。チャーシューすごい美味しくなかったです。びっくりしました。チャーシュー、はい、めちゃめちゃ美味しかったです。結局ラーメンよりパスタの方が好きなんで。もう前提がもうでも美味しかったです。良かったです。なんか後味悪いな。それではすするの公式キャッチフレーズ、カラオケパセラ秋葉原昭和通り館さん、パロディア。はい、それではコラボ恒例のクロウロン茶大会行ってください。乾杯。バイバイバイ。おえかぶってます。かぶってます。かぶいてないのにかぶってます。いやいや、かぶいてない。かぶいてますよ。